はい、どうも、シェルタンおひろしです。今回はトレーサーの立ち回り解説動画ということで、ジャンカータウン攻めのトレーサーやっていこうかと思います。ジャンカータウンスナイパーが強くて、トレーサーは若干難しいマップではあるんですけど、構成次第では出せるマップではあるので、ぜひ最後まで見てってください。それでは早速本編をどうぞ。こちらの構成がウィンストンとウィドウメーカーということで、ジャンカータウンでウィンストン出るの結構珍しいんですけど、基本的にはウィンストンに合わせて飛ぼうかなと思ってます。このマップ、味方にウィンストンがいなければ敵を抑える動き結構するんですけど、まあ、今回はウィンストンいるので一緒に飛んで敵を倒すような動きを意識してますね。トレーサーからダイブするのは結構厳しいので、ウィンストンが飛んでから後ろについていくように一緒に飛びます。このまま正面に行ってしまうとオブジェクトを少なくて射線切れないので、右の小部屋から回って射線を切れる位置で戦います。ウィンストンのジャンプ音で飛んだのが分かったので一緒に詰めます。阻害が入った半蔵を倒したいウィンストンと、瀕死にしたアナを倒したいトレーサーでフォーカス分かれちゃったんですけど、まあどっちも倒せるかなと思って無理にフォーカスを変えずにそのままアナを狙いました。ちょっと先ほどのシーン振り返っていきますか。はい、ではまず最初はこのシーンですね。ここゼニアッタにウィンストンが飛んだので、まあ、ステージのシグマと半蔵が僕の方を見てて結構焦ったシーンなんですけど、まあ、ここはブリンクの使い方についてちょっと解説していこうかと思います。で、何を解説するかというと、まあ、ブリンクの個数の管理方法ですね。はい、でまずシグマと半蔵のところに絡むのにブリンク2個使いました。はい、で、まあ、弾を打ち切りましたと。で、ここで何を考えるかというと、まあ、ブリンクパンチをしてリコールを使うか、まあ、そのままブリンクパンチをせずにリコールを使って逃げるか、まあ、この2択を考えます。で、判断基準としてはリコール後にブリンクが1個でも残ってるかどうかっていうのが、まあ、今回の判断基準ですね。で、実際にこれ実際の映像なんですけど、はい、リコール後にちょうどブリンク1個上がりましたね。なのでここでもし、じゃあこことかにウィドウがいましたとか、まあありえないんですけど、まあ、ここに何かしら敵がいましたと。で、急に僕が撃たれる可能性があるってなった時に、こっちに逃げれるんですよ、ブリンク1個で。これがブリンク0個の状態でリコール使って、もし敵が変なとこにいましたと。そしたらブリンクないんで、逃げれないんですよね。はい、ではリコール後にブリンクがないと危ないってのは分かったと思うんですけど、ブリンクパンチどのくらい意味があったかというと、まあ、実際これ倒しきれなかったんですけど、これエイムが良かったら半蔵倒しきれてるんですよね。こう銃で撃ってても全然減ってなくて、まあ、ブリンクパンチやっとここまで減ったんですよ。これもうちょっと上振れしてたら半蔵ワンチャン倒せてたんですよね。で、本来ならこんな2ピック取ることって基本的にないので、まあ、5対5の状態で、じゃあこの僕のブリンクパンチ使うかどうかっていう判断だけで半蔵の1ピック取れるかどうかが変わってくると、まあ、試合の流れ一気に変わるんですよね。まあ、トレーサーはやっぱこういう小さい積み重ね、まあ、パンチ一発当てるかどうかとか、ブリンク1個多く切るかどうかとか、そういう判断が大事になってくるので、まあ、実際自分の視点とか振り返って、ここのブリンクもったいなかったなとか、まあ、ここちょっと無理やり行き過ぎたなとか、まあ、ディスクとリターンですね。基本的に僕動画でよく説明するんですけど、ディスクとリターンを考えてスキルの使い方とか立ち回りをすることがトレーサーはとても多いです。次はこのシーンですね。味方が2ピック取って3対5の場面なんですけど、まあ、人数有利だからってここで焦って攻めてしまうと、トレーサーここら辺に出ても、まあ、基本的にオブジェクトないんで、しかもブリンクここからここまで2個必要なんですよね。なので射線切りにくいんですよ。射線切りにくくてダメージも出せないので、ここは焦って前に行くんじゃなくて一旦こっちに逃げて、しかも逃げるだけじゃなく落ち着いて味方のウィンストンが飛ぶのを待ってから一緒に飛ぶとっていうことやってますね。これでウィンストンが先に飛ぶことによって味方の 敵のフォーカスがウィンストンに向かうので、自分がある程度安全に顔を出すことができるってことをやってます。はい、で飛ぶ時の立ち回り何考えてたかというと、まあ、ここでアナと半蔵に絡みますと。で、ここで当てられなかったら、ここブリンク2個使ってここをオブジェクトを壁にして味方と挟もうと思ったんですよね。しかしこれ HP 減らされちゃってブリンクもう0個1個もないので、ブリンク0個の状態なんで、まあ、ここで耐えることができないと。ここで耐えてしまっても、ここでじゃあ2秒か3秒か耐えましたと。で、やばいってなってリコール使っても HP って今削れてるまんまなんですよね。なのでここは一旦無理せず、人数も有利なんで無理せずに HP 削れた状態からディコール使ってヘルスマックスの状態でやり直すってことをやってます。はい、では続き見ていきます。高台に来るウィドウメーカーに絡むようにこのポジションを取ってますね。
チグマからダメージ受けたので一旦ヒールもらって、次はキメチでダメージ食らわないように壁の後ろで隠れてますね。トレーサーに絡みつつもウィドウを倒しに行ったんですけど、これ銃声聞き間違えて高台じゃなかったですね。聞き間違えちゃったんですけど、高台取れたのは割といいことなので、高台で一回ヒールもらってから全体を見渡してどうするか考えてますね。ウィンストンがウィドウに絡みに行ってるのが分かったので、フックで逃げられないようにウィンストンと挟むような形でウィドウを倒しに行ってます。ここら辺もなるべくウィンストンとフォーカスを合わせて敵を倒してますね。第一取れるのは確定したので、今のうちにエレア取りをします。ウィンストンも高台取ってくれてるので、ウィンストンがもし飛んだ時用に割と前目で待機してますね。ウィドウがワンピック取って人数差できた状況でウィンストンが飛んだので、僕も一緒に飛びます。このシーンは後ほど解説します。リコール使わされたので、なるべく車線を切ってスキル上がるのを待ってますね。で今フワついてるので、壁越しに全ヤッタに位置バレてるのでチャイショット当たらないようにしてたんですけど、横にいるウィドウに気づかずに倒されちゃいました。では先ほどのシーンと一緒にこのシーンも解説していきます。はい、ではこのウィンストンと一緒に穴ゼリに絡んだシーンを見ていきます。はい、ここでウィンストンが絡みました。で僕がブリンク2個切ってウィンストンとフォーカス合わせに行ったんですけど、で僕はここで穴打ちました。で穴を打ってその穴に調和つきました。でこの阻害瓶、まあ、自分にも入ったし穴自身にも入ったんですよ。じゃあ穴のフィールが増えてる状況で調和ついてたら、トレーサー1人じゃ基本倒せないんですよね。僕がこの後ディコールを使う理由の一つとしては、穴を倒しきれないっていうのが分かったのが一つで、もう一つはじゃあ穴を倒しきれないならゼニアッタを狙えばいいじゃないか、まあ、っていう考えもあるんですけど、こっちのウィンソンが僕のこと打ち始めたんですよね、まあ、たまたま流れ弾で当たったかどうか分かんないんですけど、僕の方ダメージ与えてきたので、まあ、僕としてはウィンソンとアナとゼニアッタの3人からフォーカス受けてるんですよ。で3人からフォーカス受けてて阻害入ってるので、まあ、ここで粘る必要はないと、特にメリットはないと。ゼニアッタ倒せるような時間もないし、この後ディコールプリンク使って倒そうとしても絶対返り討ちなので、まあ、ディコールを使うと。でこれが2つ目の理由で、でもう1個理由が実はあって、ウィンソンは前に飛んだはずなのに自分の視点に一切映んなかったんですよね。ってことはウィンソンは後ろで何かやってると。じゃあこのウィンソンの火星を、まあ、望めない状況で戦うのは、まあ、あまりにも無謀っていうこともあってディコール使いました。しかもここでディコール使ったとしても、使った時にこのウィンソンが、まあ、自分の予想とは違って前飛びさらに追い打ちをかけに行ったとしたら、ディコールない状態でトレーサーあんま積極的に動くのは良くないんですけど、ウィンソンがここに飛んでたら、このフォーカスあの突然やったフォーカスウィンソンに行ってるんですよね。なので自分は比較的安全な状況で高台から撃ったり、まあ、ここから撃ったり、この車の上使って撃ったり、まあ、ヘイトを買ってない買わない状況でダメージを出すことができるので、まあ、このディコールはそういういろんな意味をあってディコール使ったっていう感じになります。はい、ではこのゼニアッタのフワをもらったシーンなんですけど、ここで気をつけないといけないことは、ゼニアッタってフワついてる敵に壁越しであってもピン刺すことができるんですよね。オーバーチ無印だとフワついてても VC されない限りトレーサーの位置ってゼニアッタ以外は分からなかったんですけど、オーバー2になってフワついてたら壁越しでもピン刺せるってことは、フワついてるだけで敵全員に自分の位置共有されちゃうんです。なのでそれを意識を持ってたら、ここでしゃがんでポケッと待ったりせずに、敵位置バレてるんだからここで耐えてても敵に倒されちゃうだけなので、こっちに逃げるとか、こっち一回敵のディスの方に逃げるとか、そういう選択肢も取れたんですけど、これは僕も含めて意識しないといけないですね。まあ、実際練習モードに見たら分かると思うんですけど、こんな感じでもういくらでもピンさせます、フワついてる限りは。なので皆さんも自分にフワついてる時は敵全員に位置がバレてる、ウィドウのウルトと同じような状況ってのを意識して立ち回るようにした方がいいです。はい、では少し飛ばして続き見ていきます。味方がディグループ中に音を立てずに敵の裏に入ろうとしてますね。ウィドウの足音が近くで聞こえるので倒しに行きます。トレスは普段頭あまり狙わないんですけど、ウィドウが棒立ちしてたら基本的に頭狙った方が解けるので頭狙います。でウィドウを倒してゼニアッタも浮いてるので、そのままゼニアッタを狙い、このリコールは逃げるっていうよりかは高台に戻るためのリコールですね。相手を下ろして自分高台取れたんでキープしたかったんですけど、ウィンソンが飛んできたので一度下がります。アナが眠らしてピンも立ててくれたので一緒にトレーサーを打ちます。これは後ほど解説します。トレーサー1ピック取れてウィンソン1人で浮いてたので、パルスボムをつけて追撃して倒します。で残ってるゼニアッタも倒したかったんですけど、一瞬ウィドウが車線通してるの見えたので、ウィドウの車線気をつけて戦ってます。狭い道はウィンストンを壁にして安全に近づいて、キリコも倒せて第2ポイントほぼ確定で取れたので、残ってる敵を倒してさらにディグループを遅らせようとしてますね。ウィドウを倒したかったんですけど調和ついたので、ここはディコールで一旦高台に戻り、
前に残ってる敵を横から軽く撃って下がらせて、正面にウィドウの銃声聞こえたのでまたウィドウ倒しに行ってます。これウィドウの横にヒーラー2人いるので基本的に1人じゃ倒しきれないので、味方のフォーカス合えば倒しに行く、合わなかったら下がるって考えてますね。トレーサーは地上に降りると高台に戻るのなかなか大変なので、高台はなるべくキープしようとしてますね。で相手に銭あったが交差入ったんですけど、相手人数少なくて詰めてこないっていうのは分かってて、交差終わりの銭あったに飛ぼうとしてます。ここら辺は後ほど丁寧に解説します。でこれ残党狩り何人かできたんですけど、味方のウィンストも倒されちゃったので、相手のウィンストが詰めてきたら基本的に勝てないので、ペイロード押せるとこまで押して一度下がるっていう状況ですね。まあ、これ以上倒されるとディグループさらに遅くなるので、ウィンストに襲われてる味方を助けようとしてるんですけど、やっぱトレーサーだと軽く足りませんね。では味方1人倒されてると敵のウィンストウルトを吐いたので、まあ、ここでもうこれ以上は前行かないっていう判断はしてます。まあ、それでは先ほどのシーンちょっと振り返りますか。まずは寝てるトレーサーを倒すシーンから見ていきます。で注意したいのが、味方のアナがスリープを当てた時に、スリープを当てた時のボイスが流れるんですけど、それと同時に敵が眠る時の声もちょっとだけ聞こえるんですよね。実際に今回の試合見てもらったら分かると思うんですけど、はい、ここでアナが眠らした時のボイスと同時にトレーサーが寝てる時の声が聞こえると思います。この声を聞き逃さないことによって誰が寝てるかすぐに判断できるので、寝てる敵を倒すか寝てるのは味方に任せて前線に留まるかっていう選択ができますね。例えば寝てるのがトレーサーだったら、トレーサーは逃げスキルが多いので味方に任せて、まあ、軽く足りずに一発で倒せなかった時に逃げられることが多いんですけど、ソルジャーとかゼニアッターが寝てる時は、まあ、最悪火力足んなくても起きた後に追撃すれば大体倒せるので、まあ、寝てる場所ちょっと遠いし車線通んないので味方に任そうっていう判断もできるんですよね。とは言っても自分がトレーサーを使っている時はトレーサーはやはりブリンクで寝てる敵に駆けつけやすいので、基本的には寝てる敵を倒しに行きます。まあ、ヒットスキャンとか移動スキルがないキャラを使ってる時は、まあ、先ほど言ったような判断でダメージを出しに行くか、まあ、前線に留まるかとかを決めればいいと思います。実際に撃つ時のコツなんですけど、味方が集まってこなくても倒しきれるって判断したらすぐに撃っちゃって問題ないです。オーバーウォッチ無印の時は味方が集まって一緒に攻撃するのを意識的にやってたんですけど、オーバーウォッチ2になってキリコが実装されてからそれをやってしまうと鈴で起こされて逃げ切られるってことが結構起こってるんですよね。であれば周りの状況をちゃんと確認して倒しきれる自信があるなら撃った方がいいと僕は思ってます。で今回どういう判断をしたかというと、まあ、寝てる敵がトレーサーってことは HP150 ですね、少なめですね。こっちの与えれるダメージは自分と、まあ、眠らしたアナは確実にダメージ出せるはずなので、アナの一発と自分が撃てる距離を考えて、これだったらトレーサー倒しきれるなっていう判断をしたので、味方が撃つよりも先に自分が撃ちましたね。アナが先に撃っちゃうとトレーサー途中で起き上がって頭狙いにくいので、今回はいなかったんですけどヒットスキャンで確実に頭狙いたい人とかから寝てる敵を撃つのがいいと思います。はい、で次は第2トップで残党狩りするシーンですね。で実際ここ下にいるウィドウメーカーを倒しに行くんですけど、まずここら辺でこのウィドウにどのくらいヒール入るかなってのを、まあ、あらかたイメージします。で実際にこれキリコがここからヒールしてて、ゼニアッタも横にいるのでウィドウメーカーヒールしようと思ったらトレーサーどんだけ当てても倒しきれないんですよね。でここで僕が取った行動は、まあ、一旦車線をここで切ります。で味方のウィンソンがここに飛んだら、まあ、フォーカスを合わせて撃つんですけど、まあ、ここで、まあ、実際ウィンソン飛んでこなかったんですよ。じゃあ無理だって判断してリコール使って高台に戻りました。はい、でこの時に何をしてたか、まあ、ちょっとワンポイントアドバイスというか、こういうこともしてましたよってことを紹介すると、ここで、はい、ここでちょっと待つんですよね。でこの待ってる時間は、まあ、大体リコールでこの高台に戻れるかどうかっていう時間で決めてます。まあ、ここですぐリコール使っちゃうと戻ってからウィンソンが飛ぶってこともやっちゃうし、やったら入れ違いになってウィンス倒しきれないし、じゃあここで待ちすぎるとリコール使っても高台に行けなくて、こっから逃げることができなくなるんですよね。まあ、例えば負はつけられてこっちのトレーサーが僕のことを追いかけてきたらそれだけでもう逃げれないので、じゃあここで、まあ、僕に与えられた時間、待てる時間はリコールで高台に戻れるかどうかの3秒間だけウィンスを待つってことを実際にやってます。はい、で次はこの交差入ったズニアッタを狙うシーンですね。まあ、ここで何やってたかというと、まあ、まずヒールをもらいますね。でここゼニアッタ狙うんですけど、まあ、直接見てたらゼニアッタにこのトレーサー狙ってきてんじゃんってのもバレるんで、まあ、バレるってのと車線が通りやすいってのもあるんで、これを見てますね。この周りの縁交際の光を見てゼニアッタは、まあ、大体どっちに移動したなってのが分かるんで、でこれ追いかけてますね。今ここだけ見てます。でここ、はい、もう大体位置分かりましたね今ので。で光が終わってから飛ぶと、こういうことをやってますね。
まあそれだけです。あ、ではまたちょっと飛ばして続き見ていきます。味方が2ピック取ってて3対5で有利な場面なので、ミンソンと一緒に詰めていきます。フォーカスしたいブリギッテにピンス出して、ミンソンと一緒にフォーカスして倒せましたね。もうディコール切ったので今あまり前に行きたくないので、後ろに残ってる敵を狙おうとしてますね。ブリンク使って追いかけるんですけど、振り向いた時にキリコの距離が近すぎてエイム難しいと思うので、一旦近接入れてからキリコの位置をちゃんと把握してエイムするようにしてますね。ミンストがいい位置に隠れてたので、ヒールもらえるとこでヘイトを少し稼いで、ミンストが敵に当たった瞬間一緒に詰め落としてます。敵左から出てくるのが多かったので右に行って被弾しないようにしてますね。キリコがテレポートも鈴もどっちも使ったのでフォーカスします。キリコはスキル強いし、トレーサーをワンパンで倒せる爆発力もあるので、こういう時は比較的フォーカス強めに狙うことが多いです。トレーサーフォーカスしてたんですけど、ブリギッテがフリーになってトレーサーにヒール入るのがしんどかったので、ブリギッテにフォーカス切り替えました。でブリギッテの次は先ほど同様キリコを狙って、トレーサーもうスキルないはずなのでトレーサーも狙います。でトレーサー倒してミストをフォーカスしてるんですけど、これブリギッテバッシュ食らったら危なかったですね。でちょっと手こずってる間にまたわらわら帰ってきちゃったんで、もう一回フォーカスミストンからまたヒーラー狙うんですけど、まあ、ブリギッテに人が入ってたんで、とりあえずブリギッテフォーカスして、でキリコキーキー見えたのでまたキリコを動かします。寝てるミンストを起こしたんですけど、ワンチャンまたポイントで粘られそうだったので、もし起こすならブリンク1個を使ってミンストに近づいて頭を確実に狙った方が良かったですね。まあそんな感じで結構粘られたんですけど、なんとかポイントを取れました。相手がペイロードを粘ってくるときは移動速度が速かったり回避スキルが持ってるヒーローが出てくることが多いので、回避スキル使ったヒーローは積極的に狙いたいですね。まあ他にはウルトが上がりそうなキャラが戻ってきたらすぐにフォーカスするっていう方法もあるんですけど、それだとあの状況でウルト管理するの結構難しいので、パーティーでやってるときとかは意識してやってみてください。はい、ということで今回は以上となります。よかったら高評価、チャンネル登録、ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッチでもよく配信してるので、よかったらツイッチの方のフォローもお願いします。動画以外のことも分かんなかったら動画のコメント欄で質問書いててください。では。